くなったところでワールドワイドのゲストを紹介しよう。今夜は藤山ファミリーのスーパーギタリストが大集合、吉尾野村 and Luke Takamura。 はい、いや今日は人口密度が高いですね。高いですね。逆じゃんそれも。野村さんとルックさんは今回ロック藤山バンドのアルバムにも参加していただいてるんですね。知らない。知らない。野村さんすごいギター期待してるんですよ。そうだ、ギターだけ貸し出ししてみんなに弾いてもらおうかなと思って。あったわけはあるんですか。ルックさんはあれですよね、あの今回ゲストで出演するの初めてですね。あ、そうゲスト初めて。いつもねローリーの代理だから。そうですね。ちゃんとゲスト扱いしろよな。今日はあのそうです。お客様だぞ。そう、お客様だぞ。じゃあゲストのルーク高村さんにお聞きしたいんですが、ロックアンセム何ですか。クイーンの、うん、Keep yourself alive。 いい曲じゃん。DVD とかいろいろチェックされるんですか。全然。いや、ですから今日はここで詳細が分かんないから。妹にやらせて妹コントロール。あ、ちょっとまあいいや。それは寒いよ。寒いよ。僕より寒いじゃん。今日はですね、野村殿、ルーク殿がゲストということで、はい、ハードロック系のビッグネームどころを取り揃えておりますんで、はい、やりやすいぜ。エースにギターを教えた人って知ってる？マジで？再結成とかに。そう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 。ね、自分のプレイを。だリハーサルやっててベイってやっててお店屋いて、エースがなんかこうやってキューって弾いた時に、エース違うよ、君はこうやって弾いてたよって。現役の時にお前はそうやって弾いてないと。キスはキスであるべきだっていうことを本人に教えた。すごい。それがあってか今回このツアー回ってたりとかするんじゃないか。俺もそういうやつがいればなあ。そうですよね。もっと上手く弾けたのに。結構あの世紀末とこう、うん、キスって非常にこう似てる部分ってあるじゃないですか。そうだね。地獄の軍団ですね。でもあいつら地獄の軍団とか自分たちで言ったことないんじゃないか。ああそう、あれ放題ですもんね。うん、なるほど。だってコニーたちはだって宇宙から来た人たちでしょ。ああそうそう。あの人たちは。あ、エースブレイディそうだもんね。宇宙から。世紀末は地獄からだからどっちかっていうともうちょっと金券。よく年賀状出してるんで。いいんですよ。ロックは普通なんかなんとかこうで。布の裏じゃないよ。ロックは割とあのこういう弾丸で弾くのが多いね。それをこうなんかその色入ってるね。オリズムの裏を跳ねる感じというか、そういうのを上手に出して、ファンクメタルというふうに当時言われてね。あれですよね、こう3人並ぶと本当に信号みたいですよね。さあ続いてのおすすめは、あーこのアームそうね、アームをこういうアームを使わずに、うん、普通はこうやってこうやるのをこれをネックをベンドっていうかギュッと押して弦を、自分のギターではやりたくないみたいな。そうそう。早くやれよって。でも他にも当時やっぱりスーパーギタリストと呼ばれる人たくさんいましたよね。80年代っていうと、ね、やっぱエディが出てきてこれなんかライトハンドがやって、そっからみんないろんなことを、こんなこととかいろいろやるようになったわけですよ。こっちもある、こっちもある。アーム、アームもね、2種類ぐらいあって、ほらブラッドギーですよ。っていうのと、あと、もうそれやったらもうダメですよ。アームが嫌いなんだよね。アーム嫌いなんだけど、それは特に嫌いです。特に嫌いなんだね。あの教えといてくれよ最初に。それもうずっと弾いた時に、エース違うよ、君はこうやって弾いてたよって。現役の時にお前はそうやって弾いてないと、キスはキスであるべきだっていうことを本人に教えた。すごい。それがあってか今回このツアー回ってたりとかするんじゃないか。俺もそういうやつがいればなあ。そうですよね。もっと上手く弾けたのに。結構あの世紀末とこうキスって非常にこう似てる部分ってあるじゃないですか。そうだね。地獄の軍団ですね。でもあいつら地獄の軍団とか自分たちで言ったことないんじゃないか。ああそう、あれ放題ですもんね。うん、なるほど。だってコニーたちはだって宇宙から来た人たちでしょ。ああそうそう。あの人たちは。あ、エースブレイディそうだもんね。宇宙から。世紀末は地獄からだからどっちかっていうともうちょっと金券。よく
く年賀状出してる。いや、今日は人口密度が高いですね。高いですね。逆じゃん、それも。野村さんとルックさんは今回ロック藤山バンドのアルバムにも参加していただいてるんですね。うん、知らない。いや、なんかほら、野村さんすごいギター期待してるんですよ。そうだ、ギターだけ貸し出しして、みんなに弾いてもらおうかなと思って。ルックさんはあれですね、あの、今回ゲストで出演するの初めてですね。あ、そうゲスト初めて。いつもね、ローリーの代理だから。そうですね。ちゃんとゲスト扱いしろよな。今日はどうした？お客様だぞ。そう、お客様だぞ。じゃあゲストのルーク高村さんにお聞きしたいんですが、うん、ロックアンセム何ですか？クイーンの、うん、Keep Yourself Alive。 いい曲じゃん。とかいろいろチェックされるんですか？全然。いや、ですから今日はここで、あの、そう使い方わかんないから妹にやらせて妹コントロールちょっと、まあいいや。それは寒いよ。寒いよ。僕より寒いじゃん。今日はですね、野村殿、ルーク殿がゲストということで、はい、ハードロック系のビッグネームどころを取り揃えておりますんで、はい、やりやすいぜ。エースにギター教えた人って知ってる？マジで？再結成の時に。そうね、自分の声をだリハーサルやっててベイってやっててお店屋いて、エースがなんかこうやってしよう。今夜は藤山ファミリーのスーパーギタリストが大集合。吉尾野